ハート型の涙がポロリ落ちてゆく。皆さん、人恋しい季節になりましたが、ラブロマンスしてますか？サンシャインのサンサンサーン！イエーイ！来たぜ来たぜ！いやいやいや、来たぜおい！何今の？慣れの歌です。友下がり。いやいや、何を言ってんの？吉川ひなのね、代表曲、はい、ハート型の涙に決まったんでしょうが。マシリの時に流れた。そうよ、いやね、今日。あさあ、うん、そういうことで始まりましたけども。はいはい、始まりましたね。うん、今日はね、はいはい、いつもの金髪の部局と違ってね、うん、僕の友達を連れてきました。友達、まあな。完全なる友達。ただそう。十兵衛の。いや、もとい銀兵衛の小川と申します。どうもー。いや、早いな。今日何、のぶきおくんがちょっと欠席ということでね。のぶきおちょっとね、うん、ネタ中にやっぱ喧嘩して、この間。え、うん、嘘ね。そうそう、前もなんか、もっといろいろ特技とかしてこいやって言ったら、いつも坂田がやってくれてるからな。そしたらちょっとインドに行ってました。インドに行った。おい、悟り開きに行ったんかい。交互期待、次のぶきおの特技、ね、うん、来るようにな。ついでにね、うんうんうん、結婚式のあの親友の結婚式であの友人代表スピーチをやってくるっつって。いや、本当？でメールでね、うん、俺の共通の友達なんやけど、はいはい、そのケンタっていう、ね、はいはい、ケンタ、そのケンタの親友の友達の結婚式行って、うん、その日の当日にちょっとヒカル、お前のギャグをあの代表スピーチでやってもいいかって。クワ、いただき、いただきませんよと。のぶきおさん来て、ね、はいはいはい、僕はあのシカとしてます今。クワ、傷ついてると思うよ。東京がやったかどうかは分からん。俺のゲームをパクってやるか、それとも自分のね、自分でやったから。ベシャリポ、多分あいつはね、あなたのギャグ取ると思うよ。やったね。うん、取ってると思うよ。やって完全にね、これさっきヒカルが考えましたんでって言ってますね、あいつ。あ、その後な。あいつもいいやつだから、そこね、言ってるかもしれませんけれども。滑ってそれ言われたら、まあ、いや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 、今日ね、なんか新鮮じゃないですか、今日は。新鮮。ねえ、正直ね。うん、スムーズやね、会話が。くわ、あ、ほんとこれは。おのぶちゃん、おのぶちゃんやろ。のぶきおには言えんけど、これ内緒にしてください。しょないちゃんね。普通にやっぱり、うん、プライベートで遊ぶだけあって、やっぱスムーズ。確かにね。うん、定期的に原宿にね、行ってね、おプリン。かわいいおプリンとか食べてね。マカロン食べて。そうそう、マカロンも食べてな。そうそうそう、いや、いいんじゃないでしょうか、これ。何人でしょう今。今、9人。わ、こっちが2。え ?9 人に2と9。2と9。12とは11。だってね。わお。はいはい。前回、うん、寺内が出てきてくれたおかげで、うん、30人ぐらいいました。どうしたもんかね、おい。どうしたもんかね、おい。これは結局やっぱ寺内のおかげやな、あれな。いや、ちょっと嘘でしょ、うん、?30 いったよね、普通に。うん、途中でね。いや、今日もでもね、これぐんぐん来るんじゃないでしょうか。寺内と。口コミでね。寺内とタイがおっただけで、うん、すごいな。あたしじゃダメかしら。あんた。あたしじゃダメかしら、これ。誰が見んの、ほんと。よしは、あの、チーマーだよ、チーマー。渋谷にはびこるチーマーとか見てくれよ、ほんとに。なんでしょ、こうやって。おいどんのさ、ネタ、いいチコとか飲みながら。さあ、ねえねえ。トータルさん。パワー整いましたから、うん。整いましたということです。さあ、今日の企画は、行きましょう。あ、あれがない。何ですか？え、なんか今。物を失ったみたいで、坂田くんが今血まなこになって探してるね。ちょっと視力失った。いや、なんで、何があったんじゃ、おい。カメラ外れた間に何があったんじゃ、おい。何だ、これじゃ、何か今、トラブリング中ということで、しばしね、私のお顔だけで。これこれ、あ、これこれ。あ、ございました。いや、よかった、見つかりました。でもしてない方だけど大丈夫。うん、さあ、はいはい、いよいよ本題でございます。なんと今日の企画は、うん、エヴァンゲリオン前夜祭の旧新劇場版旧公開記念前夜祭。イエーイイエーイ。タイトルコールならちょっとね、うん、スムーズに言いたかったんですけど、ちょっとナイジェリア語で書かれてる。ダメだよ、俺翻訳翻訳に時間かかっちゃうから。勘で、今勘で言ってます。だったら大したもんだよ、あんた。だったら大したもんやと。大したもんですよ、あんた。さあ、皆さんね、うんうん、エヴァンゲリオン好きな方も結構いると思いますけど、ね、やっぱ芸人にも多いですからね。そうですね。しかもね、今週の17日の土曜日、ということは、もうすぐですね。ねえ、もう近く、近日公開ね。ね、エヴァンゲリオンのね、新劇場版9ってね、4部構成になってまして、はい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 、ねえ、まあ、ちらっと知ってますか、エヴァンゲリオン。いや、もうね、私ね、
今日あれ、のぶきよからサンシャインのサンソンさん出てくれますかってメールには、はい、エスパーマミ芸人って言ってきたんですけど、エスパーマミ芸人、エスパーマミのことは僕むちゃくちゃ知ってるんですけど、ちょっと、一つも僕エヴァンゲリオンのこと知らないんですよ。ちょっとエスパーマミ名前しか知らないんで。エスパー、藤子 M 先生のエスパーマミ。二言で紹介してください、ざっくり。知らん方にエスパーマミ。二行で。父親が画家で、娘のマミのヌード写真をデッサンするっていう話なんですね。とんだ漫画絵の描いてますやん。そうなんだよ。エスパー。F、すごい話なの。アビコハヤは俺、やっぱそれ聞いた。アビコちゃん、そう。そうです。うん。さあ、そういうことでね、なんと、新劇場版と申しまして、アニメ版とか漫画とかいろいろやってますけどもね、なんか、4部構成になってまして、日本のね、能楽が、ジョハ、キューってやって、それにちなんで、今度、ジョハがって、キューがね、やるらしいので、それにやってね、ちょっと、エヴァンゲリオン詳しい芸人たち呼んで、ちょっといろいろやりたいと思いますので、さあ、呼びますか。呼びましょう。で今日はね、いろいろとね、施してますからね。いろんな。呼びますか、じゃあ。ではまず、エヴァンゲリオン芸人第1、初号機、ライドセラス川瀬です。どうもエヴァンゲリオン初号機パイロット、川瀬慎二です。よろしくお願いします。だいぶ暗い思春期では、二号機、パリス・ササミです。久しぶりだな、視聴者じゃあ次、三号機、ギンベー・ホエスパーのみ大好き芸人のギンベー・オナーです。テレポーテーション、テレポーテーション。第7師とサボテンコです。うわぁ、セカンドインパクトで髪の毛を失った火星量です。火星量やったよ。火星量やったよ。アウトリージの声さあ、ということで揃いました。すみません、もうキャラに入れるかな、迷いましたもん。いえいえ、とんでもない。ギュッとしてもらってね。ギュッとギュッとしてもらってください。あれ側がね、見えますからね。どれです？あの画面、テレビ画面に。テレビ画面が今、通知になってると。そうでございます。おい、小川さん、あれ、あれ、聞くとだけ見えんの？コメント見れんの？コメントちょっと見れない、今だ。あと、あとで浜田くん見れる。見れんか。あ、見れる。もうちょっと、あ、ダメだ、こしたの。お、川瀬さん。あ、ほら来た。あ、ほら来た。川瀬さん引き良いんじゃないでしょうか。あら、お、川瀬さんって言ってくれた。はいはい。この夏美さんは小川さん、はじめましての顔なんですね。あ、私初めてということで。川瀬知って小川知らんとは。いやー、まあまあ、世も変わったね、おい。ありますよ、お前。年間14分しかやってないよ、お前。年間、そう、3、4分や。3、4分や。奇跡のあれです。うん。さあ、はいはい、ということでね、ちょっと、映りが悪いですね。みんな映れるようになりましょうか。なんかね、そんな感じ。あ、もう私ばっかり。お前の髪の毛のボリュームだいぶ邪魔やな。ちょっと、大平くん、はいはい、後ろに行ってください。後ろの方がいいですね。ちょっと体がでかすぎる。いろいろ MC に雰囲気やったかな。この辺で、ちょっと、怒りスタイルとか。これどうですか？これ。ねえ。こんなんどうです？まあ、映りますか。まあ、小田くんの髪の毛みたいな。髪の毛しか作らない。いい感じに。あ、いいんじゃないでしょう。いい感じにね、皆さん、映ってくださいね。はいはい、さあ、ということで、まあ、どんな風に行くんですか、これ。クイズを、まず、知ってるんですか、これ。そうなんですよ。まず、本当に好きなのかどうか、クイズを。ああ、まずは、エヴァンゲリオンクイズ。早速ね。よっしゃ、来い。なんか言うてましてもね、まあエスパーマミ言うとった公平はまあ知らんにしても、この3人はね、やっぱり、多少ちょっとね、アウトレイジ入ってましたけども。クイズをね、やって、誰がどのくらい詳しいかはちょっとね、皆さんも一緒にクイズ参加してください。いや、負けないですよ、こんな。さあ、これは負けた方がいいですよね。うん、あ、それはまだいいや。まだいい。挙手制で。あ、挙手制で。早上げ、早上げで。だからもう、私なんて本当にエヴァンゲリオン全く知らないんで、はいはいはい、ちょっと視聴者の中でもエヴァンゲリオンのこと知らない人いると思うんで、ちょっとね、その人に合わせてちょっと僕も何個かね、
分かんないことあったら質問を取っていこうかな。ああ、どん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 言ってください。こっちマスターが結構、作家の人たちもマスターいますから、ね。あ、そうなんですか。じゃあ行きます。は、うん、い。ででん。エヴァ登場者は原則として、〇〇のいない14歳の子供に限定して、エヴァー、お、早い。母親。まあ、正解は、押してみて。これ、うん、うん、出る出る。押し、うん、今のやつ押せば。あ、これ自分で押さないか。そうそう、何やねんこれ。正解したかも。当たった、まだまだまだ当たったでしょ今。当たった、うん、正解でございます。ちょっと伝えるテンポまでは良かったで。ちょっとアナログ人になれ、アナログ人間なもので。なるほど、母親がいない。ちょっと早すぎるな、かわせ。すげえ早い、聞き終わってからもう。そうそうそう、クイズ王みたいな早押しだ。問題とのシンクロ率違うから。うわ、シンクロ率だ。プロデューサーに怒られれば、それはちょっとに。え、嘘やん。番組作りに関してはやっぱり。いや、それお前ら悪かったよ、今の。ちょっとシンクロ率ゼロです。これなんか理由あるんです。え、理由があるの、母ちゃんが。これ、理由説明したら10分ぐらい喋るから大丈夫。じゃあ、あんま黙ってさ、永遠と質問通るから止まらんくらい。あの、エヴァンゲリオンっていうのは、はい、その、武器として AT ウェルドっていうのを持ってるのよな。AT ウェルドっていうのは、いわゆる心の壁と言われるの。それで、もういろんな通常兵器を防御すんねんけど、その心の壁っていうのは、ある程度トラウマを持ってないとできない。はあはあ、心にトラウマを持ってないとできないシステム。それで、まあ、母親がいないパイロット、まあ、トラウマを抱えやすいから ATV。 うわ、むっちゃ深いっすね、これ。いや、もっと、もっと秘密ある。聞いてなかったんで、もう一回英語で言ってもらったから。どうしたんすか、帰国子女じゃねえんだから、日本語の方がええ。そこはお前、アスやねんから、ドイツ語とかやるな。司会ちょっとめんどくさいな、正直。全然好き勝手ですから、こんな進行すると。これ一番、あの、正解率低い人は一番高い人からのビンタなんで気をつけてください。あ、もちろん。あ、いいですか。あの、名シーンの感じで。ああ、はいはいはい。どこいますか。レイが、レイがどついた方が、レイが信じてどついた時のところ。私も入ってるんですかね。もちろん。後ろに言ったよ、冒頭で。いやいや、感覚。感覚が、感覚でいって。じゃあ、第2問、はい。マギシステムの開発者は、A、赤木直子。あ、優しいな、これ。B、選択肢。はい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 。C、赤木直子。正解。すげえ。これ、律子さんのお母さんなんですね。お母さん、そう。あ、俺はね、今の簡単すぎて、うん、答えやんどこうかなって、こういうちゃんに投げようと思ったな。いや、ほんとそうやし。4択もらっても答えねえんわ、俺。知らんから。いや、だって、だいぶ、問題としては簡単やぜ。得意ともしてなかったやんって。まあ、ちょっと、4択制やめますか。どうします、とりあえず4択制やめましょうか。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 ま、待ってみて、答えさせる。ああ、そう。4択戦解かれたらおしまいよ、私。じゃあ、第3問。とりあえず1投目だね。3号機のパイロットは、うん、相田健介、鈴原桃治、はい、渚薫、うん、碇伸二。はい。まあ、とりあえず、聞いてみよう。あの、とりあえず、じゃあ、小川、銀兵衛小川。いえ、3号機の。山本遥香。山本3号機のパイロットは山本遥香。違います。山本遥香は出てきます。山本遥香親います、多分。知らないです。います。山本遥香。じゃあ、はいはい、じゃあ、こうす。鈴原桃治、正解でーす。鈴原桃治なんて聞いたこともないんだけど。これ、正直エヴァンゲリオン知らない人は本当に意味わからんでしょうね。もう今日基礎問題、これ鈴原桃治ぐらいまでわかるでしょ。あ、そうか。もうこっからあれ、来てないんか。来てないよ。なるほど。置き去りパターン。これ置き去りパターン、今何が見てるんですか。何がですか。今10人。あ、10人見てくれる。3人。13人。あ、増えてるんじゃないですか、でもさっきよりね、2人ほど。13人。サクサクと、もうクイズいきますか。うん、サクサクと。楽しく。楽しく、楽しく。これ難しいわ。答えちゃっていい。答えてないやつに合わせなあかんクイズ。これ正直、小川に合わせないでください、お三方。いや、面白くないよな、それ。本気出して。本気出す。じゃあ、もう1回。4択出そうか、じゃあ、とりあえず。4択出して、スタートっつったら手挙げて。それで刺すわ。じゃあ、むっつり黙ってます。いや、お前無条件でも殴られる。いや、お前はもう答えていいけど。とりあえず。レベルは合わせませんよ。じゃあいきます、はい、第4問。新劇場版においてオリジナルとなり胸にコアのデコイを持っているのは第何使徒。 A9 B8 C7 D6。 胸にオリジナルのコア、
オリジナルのコア、うん、要はあれでしょ、まあいいや、あ、私じゃ行こうかしら。はい、小川第6シートで、違います。え、ちょっと待って、これはむずいな。え、いや、みんなもわからん。あ、これは難しいんだ。難易度の上がり方だ。わからん。もう、でも、どうなんですかね、視聴者の方で結構もう、これ分かってる人がいるんですかね。え、視聴者の方は、うん、エヴァンゲリオン知らないというコメントで終わってます。じゃあ、私と一緒の、私と一緒のあれなんですね、スタンスなんですね。謝るしかないわ。あ、え、今触れますけど。あ、これ全然関係ない。そう、関係ない。いや、その前にこれ触れてくれよ。一応、シンジ君の格好してきてんの。ちょっと渋滞してますね。とりあえず。これちなみにシンジ君、主人公のシンジ君の。はい、この青シャツがね、ポイントですね。中に青シャツ着てんの、シンジ君。そう。いやいや、お前さんがジョジョン、ジョジョたちみたいに見えるから、これ。これ、ここに持ってても。出てくるキャラクターのやつ。それ、なんて人なんす？これはマリです。マリちゃん。さあ、いや、なんか俺、これ、お世辞抜きにのぶきを置いた方がいいな、これ。これ、正直、でもね、立ち位置がわからない。不慣れだからね。やりよるとめっちゃボケたくなる。ツッコミに丸にしても。いや、お前ちゃんとのぶきをやれよ。のぶきを。あの、あ、後ろから？そうそう、後ろから。めちゃめちゃ突っ込むわ、じゃあ。オッケー。めちゃめちゃもうツッコミに回るから。はい、そうしましょう。そうしましょう。じゃあ、そうしますわ。あの、というか、俺があんまり、エヴァを詳しくないという。これ難しい。まあ、ね、宮迫さんの手でいったらいいからな。はい、行きましょう。はい、じゃあ、ドットちょっと問題、レベル落としますわ。はい、第5問、はい。キャラクターに出てくる、ペンペンの性別は、A、性別詳細不明、B、ニューハーフ、C、オス、D、メス。さあ、どれ？本当に知らん。お、わからん。どうせ？本当に知らん。オス！正解は、ピンポン、オスです。よっしゃ、嬉しい、普通嬉しい。何をしとんねん、お前らは。そんな出てきた？普通に嬉しいです。あかーん。あかーん。里さんが言います。ゆうけ。1話目で言います。1話で？じゃあ行きましょう、どんどん。第2問、第6問ですか。次のうち、エヴァの漫画でアニメと大きく異なっているところは、漫画とアニメでね。全然違う。これむずいな。オッケーオッケー。 A、綾波レイの秘密。B、第三使徒との戦闘。C、シンジとカオルの関係。D、第16使徒との戦闘。はい、ここは。1番。1番の綾波レイの秘密。はい。残念。そこ一緒にせな、ブレるわ。はい、ピンポン。じゃあ、2番。2番、第三者との戦闘。ブーめちゃ。ちょっと待ってください。ライバルとして役不足すぎますよ。正直言うね。戦闘率全く知らない俺と一緒じゃん。俺ずっとこうやって。ですからね。ずっとこうやって黙ったけど、そんなに詳しくないねん。ただのハゲと軍手やで、これ。ハゲと軍手と、ケジラミがね。ハゲかケジラミだね。来て、ケジラミちゃんと答えましたよ。正直。割と簡単なの全部答えるから。いやいやいや。その第4問の答えも分かってない。本当に詳しいやつが争うレベルやな。いや、でもこれ分かるよ。何ですか？ 4番やろ。4番、うん。第16使徒との戦闘。うそ、ん、前も違うわよ。さあ、チンジとカオルの関係です。いや、何そのあやふやな。ちなみにその、あれが出ないんで分かんないです。答えしか分かんない。分かった。分かった。どこ、何どういうこと、何がなかった、シンジとカオルの漫画では。うん、いや、何がなかったの、何、あの、こう上がっていくとこじゃない、え、上がっていくとこ、二人で。このとこ、このとこ、なんかこう。昇降機みたいなの、うん、わーって上がってったりさ。なんかわーって、君が人だったんだね、みたいな。あー、でもあれ、降りてたよね。やめよう、次行こうか。これちょっと、レベル1の問題にしましょうか。うん、簡単なやつにね。難しい。いや、ちょっと悔しいな、今の。ただこれ、どえらい簡単やな。2位でいい、2位でいいよ。2位で。漫画見てね。2位でもう一回ください。2位で、行きましょう。もう一回漫画今からみんなで見ますか。え、もう、え、巻きすぎた。巻きすぎた。これは、わかると思います。はいはい。初級者でも。でね、エヴァが背中につけている、ケーブルの正式名は、はい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 、スタート、はいはいはい、いいですか、はい、いいですか、はい、アフリカルケーブル、ピンポン、アフリカルケーブルでございます。さすが司令、よかったよかった。じゃあ問題、ででん、
ヤシマ作戦の、もう一個ヤシマ作戦というのはですね、電気をね、日本全国から集めて、はい、ビームを出すためにね、使ったヤシマ作戦ですけど、ちなみにこれ、ね、節電で、ちょっと震災のあった時に節電で、それ実際にそ、ね、全国から節電で電気を東京に、東北の方に送ろうっちゅうのでね、ヤシマ作戦や言うて、うん、2ちゃんは騒いでましたけどね。そのヤシマ作戦ですが、ヤシマ作戦のマギの計算によるこの作戦の成功確率は、はい、いいですか、はい、これはオーナイン計画ですよね、決めましたっけ。いや、いいですよ、いいと思います。 0.0000000、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 
じゃあ、それは、青春の光のコンタクト。はいはい、それはなんか、電話手法器の、はい。はい、0.09、0.09。違う。これ、ヒント出します。A、0.087。B、0.16。C、0.41。D、0.01。はい。はい。0.01! これね、これね、違う、これ、はい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 、1番。1番、0.087。はい。正解。おしゃれもうわかんない。もう、あの、俺は帰るわ。もう帰るわ。ちょっと待ってもらっていいですか、もうちょっとね。帰るのだけは。いつ大喜利みたいになるの？終わりました。もう、いや、もういいよ。じゃあ、ガンガンもう来いよ。クイズ。わかんないんだもん。逃げちゃダメだ。皆さん、そういうのもっと言えたら。笑いが。そういうのね。逃げちゃダメ、逃げちゃ。ちなみにこれ、ポイント言います？言いますポイント。もう僕の圧勝でしょ、こんなもん。ね、何のためにここに来たの？ダメよ、逃げちゃう。お父さんから。何よりも、自分から。すいませんでした。いや、王とかないんじゃないですか。新宿に返してこない。ほんまにしみじみ来たからさ。いや、ほん、知ってる人って今ここで、おおみたいな言うと思ったら。大丈夫。なんで急に言い出したのよ、わからん。大丈夫、あなたは滑らないわ。私が守るもん。誰の言葉、おい。あやなみさん、島田さん。これは多分、史上最高に歌ってますね。結構ね、本当に面白いメンツが揃ったんですけど、あの、やっぱりお笑いってチームワークやな。お笑いってチームワークだし、やっぱみんなが知ってないとダメやな。これちょっとドラゴン、そう、ドラゴンボール企画してますか。ちょっと待てよ、おい。これ何の格好してきてんじゃん、これ。さあ、まあまあ、クイズはね、今のところでもうちょっと終了、一度もしております。ちょっと、まあ、切ることもないんで。さあ、古賀さん目立ってないような、あ、大丈夫、古賀さんはね、今からあの目立ってきますから。小川さん今ね、多分心配になったのか、僕の足をちょっとだけこうやって刺すんですよ。何の安堵感求めたのか分かんないですけど、多分心がすごい不安で、ちょっと足をずっと刺すってくるんですよ。弾を取ろうかね。本能で弾を取ろうかね。さあ。やめなさい、足も。じゃあとりあえずクイズはもう、あの、ぶっちぎりで川瀬が優勝なんで、とりあえず川瀬はまあ、古賀も0ポイントですからね。いや、ほんとよ。古賀と小川の、どっちか、あの、ビンタしたいと。とりあえずビンタしてもらって。ほんとパッパ人生だぞ。はい。でも、アニメは見てないんで、アニメのくだりやってもらって全然いいですけど。あの、有名なエスカレーターのシーンで。あなた、お父さんの仕事が信じられないの？え？なんじゃこれ。知らんのにぶたれた。知らんのにぶたれただけや、俺。あやなみみたいな目をしてる。なんだよ。誰が誰にどっついたんだよ。だって子供とあるかどうか誰やねん。さあ、クイズ終わりまして次に行きましょう。やった。さあ、次の企画は何でしょう。読みづらいな。 Q を予想しよう。あ、Q の内容、次の公開される新劇場版 Q の内容を予想しよう。よいしょ。さあ、本題でございます。さあ、さっき言ったようにね、上波 Q と3部作あるうちの、さあ、まあ4部作でね、最後もあるんですけど、次の3番目の Q のね、劇場の内容をちょっとみんなで予告しましょうという、
まあ、いわゆるここからが大喜利となります。言わないで、ほんまに当てに行ってもいいしね。当ててください、うん、というか当ててくださいね皆さんね、うん、まだ答えは誰もわからん、もう劇場今週の土曜日でわかりますから、うんうんうん、ではまず、これは何ですか、映像を、はい、流れます。あ、なるほど、この歯の最後に流れたんですかね。この間の、まず最初は、ジョの映像を見てもらおうかなと。あ、なるほど。ジョ、ハって見てもらって。一発目のね。一作目の。ジョはね、アニメ版の第1話から6話までが大体リメイクされて、放送されてますし。今、流れるんですか？あ、じゃあ流しましょうか。じゃあ。なるほど。V 振りお願いします。中田君、ここに。はい。では、じゃあ、ジョの予告 VTR なんですか？予告 VTR。あ、ジョの、まあ、そうだね、予告 VTR だね。あ、なるほど。うん、過去に流れたやつ。過去に流れたジョの予告 VTR。うん、では、どうぞ。さあ、見てもらった、はい、見てもらいましたでしょうか。すごいな、普通にただジョの予告を今見てもらった。いやでも心震えるな、うん、今コメント来てないの、今の見て面白そうとか。キャラクターがほぼ全員わからない、これしょうがないですね。これはね、スタッフスタッフこれはスタッフね、見てもらいたいですね。一人だけだから、もうこの魅力を PR する企画になったんじゃん。一人だけ、ちびりささんだけがエヴァ好きな人。あー、ちびりさ知っとるんや、さすが唯一の理解者。もう皆さん外しちゃったもん、もうめんどくさい。確かに、もう話だよ、コスプレしてたけどね。最近あった面白い話をした方がいいかもしれませんが、ここはちゃんとエヴァ。そうです、そこ貫きましょう。今しかできないですからね。そうね。さあ、見ていただきましたが、次、また歯を見てもらうんですか。はい。じゃあ次、これ長いです。8分9分くらい。8分9分くらいで。しばしば別れということですね、これ。はい、そこトイレ行きます。8分9分、ちょっと見せます、じゃあ。ちょっとだけにします。ちょっと全部見せるとちょっと。そうだね。じゃあちょっと見せようか。歯はこんな感じです。あの、第2部の歯はこんな感じの予告編でしたというのをちょっと軽く8分あるんで、1分ぐらい見ますね。はい。じゃあ、どうぞ。戻りました。いやー、もう最後の。これは歯の予告を見てもらったんですね。やっぱすごいわ。もうちょっとシアター感じになってますよ。いや、ほんとそう。いや、むちゃくちゃ面白かったわ。普通に。普通に。ポップコーンいるわ、これ。えらい興奮、もうみんなえらい興奮しとるけど、一つも面白くないから、私からしたら。画像のハイクリアな画像ってのは分かったけどさ、ジャリンコチューの100倍おもろいわ。いや、ジャリンコチューのがおもろいわ。鉄とのお前やりとりでおもろいわ、お前。チューと鉄のやりとり。で、最後また9が。あ、うわぁ、9もまだあるんすか、はい、なんとメインは、次ある9の次回予告を見て、想像する、予想しようっていうコーナーです。はい、ね、そういうことね。ちょっとじゃあ9ね、すいません、お客さん、もう一回9だけ。3分ぐらい。見ましょう。はい。じゃあ、どうぞ。どうぞ。魂、震えた、4、5、6パターン。まあ、魂。いや、長かったよ、苦行だったわ。私からしたら、こんな見せられて、わけわからんもん見せられて。まあでも初めて見る、この夏美さんがもう予告ええなって来てますから。あ、予告、もう流してよ、ずっと。いや、流してよじゃない。YouTube でずっと見てればいいじゃん。ずっと林原めぐみの歌流しておきたいですけどね。え、これさ、ちょっともう、根本に戻るけどさ、どういう話なの？エヴァンゲリオンって。あー、全然知らん人にね、じゃあ今更ちょっと今更なんだけど、ざっくり簡単にエヴァンゲリオン、ね、ざっくり説明するとものすごく難しいんだけど、まあ、とりあえずエヴァンゲリオンっていう、まあ、人造人間、まあ、別にロボットって言ってもいい、人造人間ね、人造人間とその使徒たちとの戦い、人造の使徒っていうのが敵なの、敵、そうそう、それはどういう敵なの、その地球外生命体的な感じ、まあ、言っちゃうと地球外生命体で、そのエヴァンゲリオンの本、ロボット、まあ、人造人間を管理しているネルフっていうところの基地の地下に第一使徒、じゃ第二使徒か、第二使徒リリムっていうのがいるんだな。それに使徒が接触すると地球が崩壊するんだよ。なんでなんかの、まあ、ケミストリーそうそうそう、ドーチンと川端が歌い出すその歌声がやばい。地球滅ぼされる。なんでピースオブドリーム流れない流れない。マジで違う違う、まあ、要するにそれを食い止めるためにエヴァンゲリオンとそのパイロットたちが戦いながらも成長していった。じゃあさっきのマシンに乗って、マシンに乗って戦うってこと。そうそう、主人公の碇シンジ君含め14、15歳のこれ、本当のファンの方に申し訳ないです。だいぶ買いつまみましたよ。本当は違いますけど。そういうことね。じゃあ、まあ、じゃあ、
だったらさ、でも敵とさ、ロボットと戦うんだったらさ、ガンダムとかでも一緒じゃん。なんでエヴァンゲリオンが面白いの？なるほどなるほど、うん、まあ、ガンダムもはっきり言ってザクが敵、連邦が味方なんていう見方自体がもう間違ってはいるんですけど、ガンダムと比べて何が面白いか、はいはいはい、ガンダムはやっぱ基本的に成長するんだよ、主人公は。何かあの好きだった人が死んだりとか、あ、確かにね、うん、ライバル戦ったりとか、悲しみ乗り越えてまたとか、でも少年やのに戦争に参加せなあかんかったりとか、成長してないけど、エヴァンゲリオンはいいとか成長してきた成長してきた時にむちゃくちゃひどいこと起こって、また信者へこむねん、うん、でまたあいい感じできたと思ったらまたひどいことでへこむ、全然成長せえへん話。何を見たいのじゃん視聴者は。その落ち込んでる感じ、その人の悩みをものすごく今まで以上の、今までのアニメ以上に描いたのがエヴァンゲリオン。その少年の不幸、不幸ってこと？なんかその言ったら人間的な悩みっていうのを今までのアニメ以上に描いたから人気が出てる。成長したのを見るんじゃなくて、うん、挫折を見っぱなしする。そうそうそう、山、心やまんじゃない、こんなの。そうそう、だけ心病んどる思春期の少年たちが今の30代がドハマりしとる、14歳なんだね。そうそうそう、で実際僕も思春期の時これを見て、高校3年間友達がいなかった。ダメじゃねえか、だったらこれ。それはいかん。俺はちゃんとボーイングステディ聞きよった。友達おったし。まあまあ、そう、そういうなんてお菓子的なものをつまみながら見ないと問題作ですよ。問題、でもこんだけ人気あるってことはね、すごいよね。だって18年前やからね、言うたら初放送が。そうさあ、はい、わかりにさせていただきましたから、ね、まあこれはね、アニメを見てもらったらいいんですよ。こっからはね、もう物語もう知らずとも楽しんでいきましょう。そうですね、いけるはずです。さあ、先ほど見てていただいた Q の予告編を見てね、ちょっと大事な場面ごと写真ちょっと出しまして、これがどんな感じなのかというのをちょっとね予想していきましょう、うん、さあ出てる、ね、まずこの画面ですか。この画面です。さあ、最初の方に出ましたこのね画面、まあ、カオルくんから槍のようなものを投げられました。まあ、カオルくんっていうのはまあ敵なんですけども、ね、これ槍さ、ロンギヌスの槍ね。ロンギヌスの槍ね、うん、さあ皆さん、これはどういうことだと思いますか。さあ、おいでさあ、どういうこと。さあ、丸ごと投げてきたわ。芸人の皆さん、さあ、どういうふうに思ってください。芸人殺しすぎる。芸人の皆さん、さあ、こういうの続くからね。これも気をつけて。これ今後写真で一言で、うん、写真で一言じゃこれ写真で一言だろ、そうです。一言的な感じです。特にどっちでもいいです。さあ皆さん、これはどんなシーンでしょう、またはどういうことでしょう、どういうことでこれに至ったでしょうか。お願いします。さあ、視聴者の皆さんはこれ見てもらえるんで、見て見てます。ああ、なるほど、これに写真でいい、これですね。でもいいです。写真に一言でもいいですし、これがこっからどういう風になっていくか、展開していくか、答えは正直今週の土曜日でしかわからない。そうですね、合ってるかもしれない。頭の片隅に入れといてください。はい、答え合わせしに行きましょう。さあ、あ、全然知らない声、はい、行きましょう。行きます。さあ、はい、この絵が表す、予想してください、どうぞ。あはーい、先生、ハリチリは甘い。さあ、こういうことじゃねえかよ、おい。そういうことねえ。知らねえわ、やっぱりもう見たことねえんだから。ハリチリはあれえだろ、こんな。ハリチリはあれえだろ、あんな。刺されてたら。ごめん、そん、お前全く見てないけんな、わからんもんな。面白いけどな。ハリチリはせんのや。ハリチリにしかねえわ。そこまで人間ではない、エヴァは。まあ、そういうことね、ちゃんと、なんかメンテナンス、AT フィールド貼ってるから針通らへんから。そうそうそう、何や AT フィールドって。そうそう、スパロボではあの3000以下の攻撃は全部弾くと。じゃあ、これ合ってるのか、4000か、4000だよな。とりあえず1人1個答えましょう。はい、さあ、いきます。じゃあ、佐々木玄斗、はい、合ってるのか合ってないのか分かるんですけど、これ、はい、どうぞ。はい、あー、コンタクト、届かない。なるほど、コンタクト落としたけど届かない。すごいね、あんな刺され方したら手で届かんぞ。だいぶ米沢コンタクトさん頑張ってつけたらでっかいコンタクト。これ押してるだけある。結構
ギャグ要素をね入れましたよ。9は、乱仕様だからね、これしかも。これないともうブレてブレて攻撃が。いいです。皆さん大体分かってきましたね。あー、やっと芸人っぽい形になりました。これが芸人ですね。ですよ。じゃあ芸人の皆さんお考えください。司会は楽ですね、本当に。いつも答える側やったんで。僕やったらもうブチ切れて MC 引っ掛け回してますから。さあ、お願いします。はい、ざっくりすぎだな。さあ、はい、川瀬。さあ、どうぞ。これ初号機が第14使徒との戦闘で、おそらくさっきの映像を見る限り覚醒したので、ゲンドウが人類補完計画をこう最終段階に進めるために、カウル君を使ってロンギヌスの槍を初号機に刺した場面だと思われます。なるほど。ちょっと噛んだのでダメです。本当のやつじゃねえか、多分。いやこれはそうだと思う。本当に予想したらこういうことなんですね。まあ、ですそうですね。なるほど。これはね、もう正直、見てくれてる8人と何人ですか、ツイキャス。こっちは9人。9人、これを17人も見てくれるってすごいけど、この中で唯一詳しいチビリサだけちょっとこれ見て微笑んでください。マニアックすぎるって笑ってるよ、チビリサ。いや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 、コンタクト拾うわけないやん。え、いやいや、コンタクトそういう。ハリ治療じゃん。ハリ治療だって 3.5X。アラリオジ、アラリオジ。CM もショールし。そんな人いないから。視力矯正の映画やないんですか、これは。ですサンテウェブスとコラボしてたけど、だいぶ体柔らかいですね。イナバウアーかなっつってね。イナバウアー取りすぎだろうがってお前。いただきました。これが友達。アイススケートに頭打っちまうじゃねえかってのお前。お前のその頭いってどうしたさあ、これが友達の力。写真に一言でいいですか、ね、20歳はい、写真に写真に一言でいいですか。カラクリは解かないでください。カラクリは言わずに写真に一言で写真出していいですか。さあ、どんどんあるならもうどんどん写真先に出すで、ね、分かった。はい、はい、出しました。では写真で一言、じゃあ佐々木さんどうぞ。うわー、命めっちゃシャーめっちゃ反ったな、ゴルゴさん。ないや、オールスター感謝祭今日。めちゃくちゃ力が。DIM さん、あんなんだったの劇場では。さあ、次の写真行きましょう。コワ君出してないけど。コワ君は今、ちょっと変えましょう。今、充電中です。充電中。じゃあ、これ。次。次。あ、またこれまた。マーク6ですね、これ。それだ6号機が。ドグマに降りるシーンだそうです。これはドグマへと投下されるエヴァ6号機。これはどういうことだと思いますか。本当にわけが分かる。これもね、これも6号機、これも面白い写真ですよ。え、輪っかついてんのあれ何。なだからもうそれはもろもろ芸人の皆さん解釈にお任せをしたい、はい、面白回答でお願いします。これどんな風なあれかをね、どこに向かってるとか、どこに向かっているのか、何やら、何のシーンなのか。こっちで、ね、こっちで命って言っときゃよかったな。そう、つながってます。命の感じ。さあ。あ、ちょっと文字がちっちゃくなった。いや、書きたいわ、俺。はい、はい、ここが。はい、行きますね。はい。風呂行こうかなと思ったけど、タオル忘れた。なるほど。風呂行くんな、これ。だいぶ贅沢なね、もう水落ちてますけど、これ絶対下に。ね、よくお母さんに怒られましたよね。ちゃんと風呂場で拭いてから上がってね、つってね。さあ、こんなに一人で MC するの難しいんだ。ボケたいのがやっぱ、ボケようか、ボケたいんじゃない。ボケようか、ボケながらやろうかね。進行しながら。さあ、行きましょう。合間は全然、埋めますよ。もう、いろんな話言いたい。これと関係ない日々起こったことの話、いろんな話したい。今入れますか、その話。そうですね。エヴァね。わかるかな。パチンコとかね。俺の母ちゃんもパチンコでエヴァ見たせいか、意気揚々とエヴァのこと知ったかぶって話しますからね。シンジがどうのこうの言うみたいな。大当たり前のリーチ。三代目姉も昨日これ話したな。僕の母ちゃんと同じように喋ってた。年も近いしね。年も近いしね、うん。同期が母ちゃんの方と年が近い。時代です、ね。変わりましたね、吉本興業さん。変わりましたよ、吉本さん。いいかね、じゃあ。はい。あ、出ました、佐々木さん。写真で一言のパターン。はい。はい、では、どうぞ。あ、横断歩道のその白いとこしか踏まないんだから。はい。なるほど。
よくある。あ、もう、本当昔から冗談通じないんだから。あれと電話しとんじゃん。これはカジさんが誰かに。カジさんが。あ、違います。これあれですね。リツコに。そう、リツコ先生に。リツコに電話したやつ。劇中ね。はい、劇中。俺頭狂ったかと思ったもん。頭狂って電話したかと思って。たまにエヴァネタ入ってますからね。僕らは、ね、僕らは正常です。さあ、あ、来ました。はい、はい。これはどっちのパターンで。では、どうぞ。はい、これはですね、テレビ版で2号機とカオルくんがセントラルドグマに行くシーンと酷似しているので、この6号機のパイロットはおそらくカオルくんで、この映像から6号機のパイロットがカオルくんやから、新キャラは4号機、5号機のパイロットであることが推測されます。さあ、どうですか、チューリーさん。ね。あ、別に判定ないもんな、これ。これはね、これ難しいんですよね、正直。俺が独断で面白いとは言えんの。なんせ俺も分かってないし、みんなが分かってない。まあ、そうかぽいね、6号機は確かにカオルくん。いやな、まあ、確かに。多分6号機カオルくんなんですよ、うん。なるほど。好きにあったしね、まあ、そう、うん。4、5号機が空いとるわけですね。うん。そうか、3号機はマリ。マリか。いや、それじゃ、で、ちょっと。3号機は、バルディエル。あ、倒されたのか。あ、そう。倒された。というか、物語自体がふわふわしてるからな、設定が。え、じゃあ、マリのがあれ4号機。あの、ピンクのやつが多分。4号機。で、マリ。ああ、じゃあ、もう難しいわ。難しい。まあ、とりあえず。アスカのやつはアスカは2号機でしょ赤は。この子あれ、それ知らんかったのか。アスカですね。パチンコだと、あの、カオルくん乗ってるやつが4だよね、でも。うん、ああ、そうか。そう、いろいろ。いや、もう、だから、もう。が新劇場版と多分。違う。かもしれないから、これがマジ。その格好ないよね、今。これはこれの。マジだか。さあ、佐々木くん、いいですか。まだ出ますか。行きましょう。もう意味が分かる。もう、はい。どんどん、うん、これ終わったら、もう一回行きましょう。さあ、あの、どうぞ。その、機械じゃない、その1号機だね。機械です。はい。死んだ、死んだ。誰が死んだ？みーめっちゃポジティブやんめっちゃポジティブやん死んどんのにおいこれ、思春期で見て笑うだけでしょね、あの彼がね。めっちゃポジティブやん自分死んだのに。浦安鉄筋家族みたいなね。子供の声で言うよな、これ。あれ軍手便利。軍手で気象高い。軍手で気象高い。発定じゃあ、なさい。じゃあ、チェック。ね、ちょっと待って。チェックの彼。ちょっと待って。お前今見えように俺下で、無理。出したのに。面白チェックの彼。あとちょっと走るだけでもう、かけるでしょ。あー、私、体丈夫だと思ってたのに、腐ったパン食ったら死んじゃったでもね、丈夫そうだからね。腐ったパン食ったら死んじゃった。サイボーグなのに。そう。一応、腐ってんなとは思ったの。腐ってん。でも俺、おいらの体は機械だし、死なないだろうな。うわぁ浮かばれんわ。浮かばれん、こんな死に方。そんな、さあ、じゃあ次の写真いきましょう。はい。どうぞ。え、ちょっと待ってね。さあ。なるほど、ね、みんなの予想通りやったらジョーは大変ね、コメディーな作品になってきますよ。さあこれもう多分ね、時間的に全部いけないでしょうから、ざっくり、いい、面白そうな、いけそうなやつを、なこれやめとく、山ちゃん、言ってください。これもっと分かりやすい、期待じゃないやつ、例のやつでいいんじゃないですか、うん、あっ、なるほど、これこそね、いいですよ。眼帯のね、アスカさん。さあこれがね、もうほぼ主役と言ってもいい一人のアスカ、総流アスカラングネ、これです。まあ、いややらしいですけどね。アニメやね、漫画では、うん、こんな伊達政宗みたいな眼帯してないんですよ。うん、もうこんな感じで。なのに、お綺麗だね。眼帯をしていると、うん、このジョの予告では、うん。さあ、これは一体どういうことなのでしょう。芸人の皆さん、お考えください。はい。さあ、はい、佐々木。これ多分でも答えだと思うけど。はい。何でしょう。どうぞ。はい。佐野を鍛えたい。簡単やな。なるほどね。左は右で、右は左って。そういうことね。勉強よね。伊藤家の食卓で言ってた気するもんな、そのやり方。発想を鍛えるために、あのわざと左書きで書くやつがいましたから。そうそうそう。なるほど。そういう感じね。ロボ乗るのも大変だね。そのくらいでいけねって、ね、トレーニングがいるんでしょう。鍛えんでも超天才ですけどね、アスカは。
新劇場版だと名字違うんですね。あ、ソウリュウアスカじゃなくて、四季並みになる。四季並み、あれは何なんですか？多分次元がパラレルワールドっていう設定だから、うん、違う世界になって。そうなんだ。このね、眼帯ね、おそらく相当深いですよ。お、深い意味があってるんですか？深い意味があると思います。皆さん。あ、あ、俺これ言っていい？お前言う。ん？これ俺と当てていい？当ててってか、俺もリアルに答えていいかいな。うん、確かじゃあ言っていい？あ、いいです。はい。おそらく、はい、どんどん新キャラが出てきてアスカの影が薄くなってきたのでガイナックスが新しいキャラ付けのためにアスカに眼帯をつけさせています。あら、どうしたここに来て川瀬、ちょっとコメディチックにか。いや、でもこれリアルにそうちゃうかな。いや、違う違うと思うわ川瀬、これ言っていい、俺の見解。これチビリッサーさん、もしくは詳しい人はちょっと俺の見解聞いてください。カオルくんとか目赤いやん。うん、目が赤いでしょ。シト、シトやから目赤いでしょ、うん、多分ね、このアスカ、シトなんやね、半分目、赤目を隠しとるんやない、眼帯で。これそう、どうこの見解。違うな。えぇ、違う違う違 う, 違うなんで。いや、違う、この、いや、それな、ほんまの、その、ほんまの東京っぽい、東京グールっぽい感じで。いいの、やるやり。なあ、そういう感じに言うじゃなくて、さっき作家さんがパラレルワールドって言ってたのか、うん、テレビ版でアスカ、じゃあ映画版か、映画版でアスカ、量産型の、エヴァンゲリオンにボッコボコにされんねんけど、うん、ボッコボコにされるその一番手前、うん、それまではボコボコに買ってたのに、うん、そのボコボコにされるきっかけがロンギヌスなりが急に飛んでくるの、いきなり。でそれを AT ビルドでガードすんねんけど、それ貫いて2号機の片身にぶっ刺さんのよ、うん、その名残ちゃうかな。で片身押さえんねん、グワーって、うん、アスカがその名残で、うん、アニメ版ではってこと、うん、そう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 、旧劇場版、そう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 、なるほど、そのシーンがあると、うん、そう、それちょっと関係あるんちゃうかなと、つなげとるんやと、うん、そう、それです。それやな。ちょっと俺当たったって思ったけど、まあそれやわ、多分それやと、多分それや、歯でもボコボコにされました。でもアスカが下やった場合の広がり方はすごいやろ、うん、まあまあまあ、正直、うん、安野さんにはちょっと提案はしてみるわ、まあ、うん、してくれ。安野さん、安野さんの自宅の住所も知ってるんですよね。それは知らんわ。お中元とかやってるでしょ。知らんわ。安野さんって人があれなの？監督。監督、ジブリで言う宮崎駿。あ、脚本。私立恵比寿中学の安野夏とは関係なくて。安野夏じゃなくて。そんなもう地下アイドル知らんから。地下アイドル違うわ。私立恵比寿。地下アイドル違うわ。これね、今話しよって坂田が人って言ったやろ。俺は人やと思うわ。あ、え、あれ。じゃあ、はい、ここは。ディベート。これね、これアスカの絵を描いたんやけど、騙し絵でこうやったの。いかいかやさっきの絵を逆にしたら、ちょっと読みましょう。いかやったよね。最初は、うん、そうアスカ、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 さっきの絵、騙し絵でいかだ。あ、さっきの絵を逆にしたら、なるほど。まずイカだったの意味もわからない。いや、なんか俺第十六使徒イカエルですよ。イカエル。まあイカエル。あ、そういうこと。ほら、使徒や。じゃあアスカ。いや、ほら小川も言った通り、アスカは使徒ですよ皆さん。ジョでアスカが使徒に化ける。本当。映画館で逆になるから。皆さん画面に書いてください。座席がグワーなる。USJ のスパイダーマン。多分ね、楽しいですね。楽しい。どんどんエンターテイナーは変わっていきます、時代で。さあ、じゃあ次の写真いきましょう。じゃあ、ねえねえ、いや、なんか、公約が面白そうに書いてますけど。書いてねえって思う。はい、いや、それはね、次でもいけるんでしょ、どうか。次でもいける。そんなんある？あ、え？お、これは、うわ、これは怖くない？ちょっと気持ち悪い。怖くない？これ、何これ。いや、でもこれね、俺、どのシーンか絶対わかるわ。でも、テレビ版で言うとって言っとくやけどな、これ。これは、すごいですね。いっぱいですよ、いっぱい。さあ。何のシーンなのか。何のシーンでしょう、これ何ですか。いや、これ絶対そうやわ。これ、レイが、レイのミニレ、セルで言うセルジュニアが、引っ込み思案みたいな感じで、セロで言うな。レイジュニアが3人明らかに身長低いですよ、このレイのちっちゃい子たち。なんでしょうこれ。
ちなみにね、もう漫画やアニメではもう、例はあれですもんね。なんかもう作られて、もういっぱいいるみたいな感じですからね。量産されているみたいな。人造人間というかね、人が作ったみたいな感じになってますけども。ちなみにあれですよ、あの、死とは、はい、あの、アダムの分身ですけど、はい、あの、レイはリリムの分身ですからね。リリム。リリム。オッシャスのコンビです。違います。もうちょっと跳ねてます。跳ねてますね、こちらは。ちょっと跳ねてます。アダムとリリムの関係性がよくわからない、ね。ちょっと俺もわからんもん。第一使徒がアダム。うん、第二使徒がリリム。うん、で、アダムはどうな今どこにおるの？アダムは、あれが北極にいるのよね。うん、北極。うん、ここにいる。え？あ、え？アダム？アダムはいるの？ちょっと、セカンドインパクトでバーンって弾けた。弾けた。その、かけらを、うん、カジさんが持ってきて、ゲンドウに渡したの。うん、で、ゲンドウがバレないにここに移植したの。嘘だ。それが今ね、ここにあるんで。え？マジですか？こちらがね、アダム。アダムです。もうちょっとした、もうちょっとした。うんこやないか！いや、これおい、うんこ、楽器王山崎の落書きやないか、おい。なんだこれ。さあ、昔から冗談通じないんだから。いや、知らないけど、おい、また頭おかしなったと思ったわ。劇中のやってただけかい。笑いはいいと思うよ。正解でどうか、それ。さあ、これもね、BBA ですけども。さあ、行きましょう。どんどん行きましょう。はい、はい、はい。はい、どうぞ、どうぞ。あ、じゃあ、はい。はい、じゃあ、チェック。あの絵ですね。私、髪の色も染めたギャルママだけど、この子たち育てられるもんギャルママにしか見えんでしょ、あんな。真剣裁判でこれ裁判官に言ったんですか、ね、そう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 。まだ学生。後ろに子供さ、同じ髪の女の子3人もいてさ。いや、ほら、ギャルママだけど。こんなちっちゃい子の髪の色を染めさせとる時点でもう怖いですけどね。真剣取るけどね。襟足伸ばさせる子供いるんだろうさ。ヤンママとかじゃなくてもうパンクとかやってるレベルでさ。パンクママね。水色って。水色で。水色すごい。はい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 。さあ、じゃあ、川瀬。はい。川瀬大名人。はい。これ、テレビ版でいうところの若木律子博士とみんなが、この、レイを培養してる施設に踏み込んだところのシーンの、多分映画版ではないかなと、思います。ん？なるほど。培養ってやばくない？クローン人間なんですね。あ、そうそうそう。そもそも簡単に言えばクローン人間です、ね。いや、エヴァンゲリオン、とうとうやべえな、ほんとに。とうとうやべえな。とうとうやべえよ、まっ！もともとわからんかったのにさ、クローン人間とかお前、人道に反したことまでした。もう一個言おうか。このクローン人間のモデル誰か知ってる？クローン人間のモデルって誰？やっぱクローン人間やからモデルいるやん。そのクローンするもっと。さっきの人じゃないの？違うね。怒り真珠のお母さん。わけわからんわ。怒りゆいやろ。怒り真珠のお母さん、怒りゆいの、だってさっきの、はい、のクローン人間に、リリムの魂入れて。リリムでリリスな？リリスや。なんかちゃうな、わからん、わからん。リリスね。リリスと言おうと思ってたけど。リリス。リリス、魂を入れるってこと？そう。どうやって魂入れるの？坂田さん、お願いします。漫画や、そこ。そうか、ごめん。おいらも踏み込んじゃいけねえとこ踏み込んじゃったな。あの、ほら、こやつがドラゴンボールが本読むのよ。7個ボール集めたらシェムとか出る。ああ、そういうことか。ありえないこと、俺だろ。そういうことか。漫画やからや。俺説明してみようよ。でも、ちょっとでも、ほんとすごいな、この漫画。すごいですよ。ちょっとだけ興味出てきたもん。うん、あ、もうじゃあこの企画成功やす。いや、成功成功。まだ出ますか皆さん。そう、今のこれは、あの、僕らがね、あれですよ。サンサンさんのスポンサーにガイナックスをつけるために、今、あの、媚びを売っているという。企画成功。映画にどんどん、あの、勝者を生かせようという企画です。だとしたらお前、こんなグダグダなやつ突っぱねられるのか。こんなグダグダな回突っぱねられる。ガイナックスに AT フィールド貼られるな。頭下げないと。なんだお前、AT フィールドって。AT フィールドは心の壁。ちょっといい。ほんと、あんたに貼りたいわ。こういう時に使うんだろこういう時に。そうそうそう。よくあるよね。滑った時 AT フィールド貼りたい。じゃあ、ラスト。行きましょう。もし。ラスト行こうか。ラスト行きましょう。ラストはそれやられるともうその後大喜利できねえわ。俺最後やな。さあ、みんなやってから。これさあ、これは、これと、このキャラ、このキャラは何このキャラは何さあ、二人新キャラあります。最高の舞台が来ました。そんな時にペンがない。もう、さあ、なんとジョで新たに
漫画にも出てこないですね、これ。僕も初めて見ます。このキャラ、2人、何のキャラでしょう。何でしょう誰でしょう誰でしょう分かるかよ分かるかよ俺。あ、よ、アンサー、お願いします。このリードアンサー。おすごい。第2章のもう主人公とになりそうぐらいの顔ですね。映えますね。さあ、このピンクの子なんかちょっと人気出そうですけどね。2人でしょ ?2 人でしょ、はい、はい。はい。どちらでもいいです。はい。じゃあ、かつて。はい、はい作家さんに書かれた18期生だと思います。やめとけ、おい。やめてください。書かれたとか書かない。書かれたとかいう、闇ワードは使わないでください。かわすと。了解わかりやすいように。これはね、スルーでいきます。察してください。NHC さん。はい。この2人はこちらですね。里見とユリア。それが一人。え、里見とユリアですか。そうです。あれがソロ初めて里見ユリアになるスポンサーのステージがあります。それで一人だよ。さあ、はい、じゃあコバちゃん。冬月の行きつけのスナックの子。これ正解だろ多分。あるあるよ。スナックにしては若いな。ガールズバーです。ガールズバーです。ガールズバー。ゲンダルスとか。あれ公平が面白そうな。ちゃ、まだできとらんじゃん。いや、もうそれほぼ正解やん、それ。正解じゃねえよ。もうそれでいけ、それでいけ、それでいけ。若干左の子、美里さんにて。ちょっと、あー、なるほどね。あー、なるほど。あれで関係してる。現キャラクターの昔の映像中で。あー、ありえる、ありえる。幼少期とか。ありえるわ。十二分にありえる、ね。ただ僕が思うに多分これ、双子の。しかも、何やったっけマリーマリーはいはい。がメガネ取ったとかじゃないよな。ああ、いやでも全然。ああ、全然ありえますよ。うん。そんな感じだよね。まあでも顔つきがちょっとね。目がちゃうか。目が違うわ。じゃあこれだとさ、キャラ古いからさ、なんか昔のっぽいけどな、お前。そう、なんかそう、昔のっぽいよね。昔のね。そう思ったすげえ。今のキャラクターの昔の感じみたいな。どっち？こういくでも俺多分ね、ユミとマミという双子の女の子の双子で、うん、10歳ぐらいに、もう顔とか性格とかそっくりだけど、10歳の時に、多分ロックか演歌を聴いて多分別れたから。まあ多分20歳ぐらいだけど。バックボーンでかいな、俺。聴いてる音楽で変わってきた。怖い、怖い、怖い。うん。いいんじゃない？私たち第二のザ・ピーナッツこと枝豆シスターズです。18期じゃねえよ。ザ・ピーナッツモスラの曲歌ってたもん。かわいいなモスラ歌われてくる。バーカンスのね、そうザ・ピーナッツです、ね、ダブリーカバーしてね。さザ・ピーナッツもね、あのパチンコでなってます、ね、全部パチンコや。キングパレス未成年の1パチコーナーに来てください。ザ・ピーナッツ、まあ、ありがとうございます。佐々木君行きましょう。佐々木君、いや、その後は嫌だ。怒りしれ、怒りしれ、怒りしれ。なんでしょう、本当にね。じゃあ、どんどん行こう、どんどん行こう。じゃあ、もうほら、俺だ。ちなみにお客さんも全然ね、言ってくださいね。見えてるかな、皆さん。さあ、佐々木くん、どうぞ。はい、茶髪かき揚げ子とふんわり毛巻き身。シンジがどっちで呼ぶか気になるわ、上と下で。かき揚げ粉か、かき揚げ粉かき揚げてるしな、ふんわり毛巻き揚げ粉。かき揚げじゃないな。かき揚げちゃダメだ。かき揚げていいやろ。かき揚げていい。かき揚げるのは自由だしょ。このコロのなんかごめんなさい、こんな時どんな顔していいかわからない。正解。いや、続けてやるや。笑えばいいと思うよ、言ってくれや。信じ言っては笑えばいいと思う。さあ、ちょうど名刺稀に見るね、グラグラの回ですけれども。いや、これな、これはね、企画が悪いわけじゃなくて、僕らの知識のなさが悪い。そう。本当に。いや、いろいろ勉強になりました。河瀬が5人おったら、これめちゃめちゃ熱く。河瀬と、河瀬見てくれて本当よかった。河瀬と斎藤河瀬、ジョンジョンがいたらね、まあ今は亡きジョンジョンもね。でも、ちょっとね、普通にちゃんと魅力を。来た。あ、じゃあ、コバちゃん、はい、お願いします。これちょっと外人っぽいじゃないですか。外人っぽいですね。エヴァとゲリオンです。ちょっとやっとったよ。謎解けたわ。 N ってアンドの N だったんだ。じゃ あほんまや。エヴァとゲリオン、エヴァとゲリオン、うわー、エヴァとゲリオン、アーンだったんだ。発音せんかってんやん、D は。なるほど。
ワンピースみたいな、なんか、B の石みたいなやつだよね。うん、繋がりましたね。ここで、エヴァとケリオン。エヴァっぽいしね、右。どっちがエヴァとエヴァとケリオンですか。左がエヴァで右がケリオン。あ、ピンクの方がケリオン。ケリオン。右がケリオン。かっこいいね。きっとゲリオンって言ってそうじゃないですか、エヴァみたいな。ゲリオン、ゲリオン、何ゲリオン、エヴァでしょ。確かになんか、ね、でもチュイーンみたいな線入ってたもんな。確かに言っとると思う。なんで主役に線やったよ、この子たちは。ロボ最初にさ、カットインみたいなもんな、これ。今まで何だったんだよ、これ。一気にエウレカセブンみたいな。エウレカみたいになりましたけど。いや、正解ちゃう、今。正解でしょ、もう。ちょっと気になるな、本当ちょっと。今週土曜行って、エヴァアンゲリオンが笑うわ。劇中どころじゃない。笑うし、俺らもな、80億稼げるじゃん。確かに。センス一緒やと思う。これもう答え出たぞ。答え出ましたね。答え出ましたね。ジョーは僕たち若手芸人曰く、まあ、エヴァとゲリオンという、ね、2人の女の子で、まあ、新章に突入するという話になりました。さあ、ね、皆さんどんな感じでしょうか、ね、さあそんな感じでエヴァ企画、うん、今日の感想を皆さん今日の感想を皆さんはい、もうこの後はもう、ね、だって玄道はバイトでしょ忙しい死ぬどこでバイトしてるんですか、いつ寝てるんすか、玄道ここにうんこ書いたままボーリング場でバイトだよ首や首本当すごい働いてますよ玄道、チミリノさん最高でしたって、ああ、ありがとうございます、皆さん。本当ありがたいですね。本当、救われましたよ。本当ね。救われたな。救われた。本当。さあ、でもなんだかんだ7人と何人ぐらい？こっちは3人。あ、だいぶ減りましたよ。そうですね。オープニングより1人、はい。20人ぐらい見てくれたのに。お風呂入っちゃったのかな。お風呂ですね。そうそう、暖かくして寝ろよ。さあ、どうでした、皆さん。え？いやね、僕はものすごい楽しかったですけど、はい、逆に心配です、楽しくなかったんじゃなかったかなっていう。いやでもね、初め俺も全くの無知だったけど、意外と深そうな話だったから、ちょっと、これじゃあさ、もしさ、俺ゼロの状態からこのみんなまでの知識追いつくために何見たらいいの？映画を今3本あるでしょ、はい、3本見て今週の土曜日見に行ったらミッションになれるかな。もう言うと、まあ、うん、ショートカットしたい場合は映画3本見ればいいんですけど、それで十分わかる。ただでもやっぱちゃんと理解するためには、うん、テレビ版を見た後、うん、映画版を見ていただきたいかなと思いますね。それが一番映画を面白く見る。そう、うん、だからやっぱアニメ版見てから行きたいよね、うん、テレビ正直、うん、アニメ何作あんの？ね、全24話ぐらいかな。あ、24話だと別に4話ずつ入ってますもんね、1回ね、うん、ワンクールぐらいしかやってないから、ね、12巻まである今深夜にもしかしたらやってる。やってますね、うん、ただカットされてるとこものすごい多いので、うん、あと金曜日にロードショーで歯を今週金曜日、ね、金曜日、あ、じゃあそれを僕も見ます。さあどうでしょう皆さん、フォアちゃんはどうですか。いやーよかった、改めてね、やっぱ自分エヴァ好きだなって思えた。ふざけんなコガンゲリオンはついてなかったコガンゲリオン、コガンゲリオン、だからカーゼに負けない知識身につけると思うんですよ。いやいやいや、そんな気ないやろ。いや、ほんとこのラミエルがお前本当に唯一誰だラミエルって、第6使徒だよ、なんかめっちゃテカテカしてるやつやみたいな。ロンギスカスの槍はね、細くなっていってますから。オマーゲリオはだってもう今ちょくちょくこういうところでそうね、やりついとから、ほ、うんと配信でしか活躍しない。そうそう。いやでもちょっとね、まあ、闇に溶けてしまうから、こんな感じやったら紅白もはもう出てもらいましょう、うん、もう今大は、純レギュラーの大原くん全然出てこないですから。あ、ほんとバイト始めたんだよ。あ、そうなの、合意してますから。さあ、そんなところでエヴァっぽくね、最後皆さん、ライブ告知をおなじみのエヴァの、うん、告知に合わせてやってもらいたいと思います。いいんですか、そんなことできるの？贅沢に音響を使ってください。誰からやりましょうか。誰からやりますか。一人一人の、はい、いいですね。それじゃあこのパッとできるもんかよ、これ。告知ありますか。告知あるよ、告知あるよ、そんなもん。曲に合わせて告知したら、うん、それなりにいい感じに聞こえるんで、
やっぱね、お客さんもライブ来たくなると思います。ちょっと待って、ちょっとな、いやもうこれもまあでも、もうしゃあないよ、もう絶対トップ、トップ切るしかないわ。けけけトップ多分無理やけどな。書かなきゃ分からん。多分無理やけど。これ多分普通にな、月金とかでやるよりネタ練習せんのは無理やろ。正直、これ、これピン芸ですからね。うん、ちょっとじゃあ、キューするんで、ちょっと待ってね。はい、最悪、カワセだけで終わる可能性があります。ちゃんとするやつは。じゃあ、まずね、カワス君、頼むなよ。任せて、美里さん。はい。では、どうぞ。吉本、そして裏で暗躍する秘密結社ニーズ、ナビスコ主演のもと、お笑い司会文書でやって進められていく芸人補完計画、揺れる無限大、困る若手芸人、暗躍する若手作家たち、その時、ニーズは、次回、11月19日、ニーズ、お楽しみにね。おきちけおきちけ次のサービスサービス惜しい、あー惜しい、合わん、合わんだなこれ難しいよ。70点、いや、よかったですけどね。わあ、ちょっと、これ超むずい、これ時間は超難しいな。いきなり振るのはむずいよね。ちょっとこれ1週間前ぐらい言ってほしかったな。じゃあ次はパリス佐々木です。ちょっと待ってね。普通にこれ小一時間は練習いるもんね。これだけでやればよかったんじゃない今日。今日これだけ。これ多いね。これで。あ、まだだ。少年は笑い。少年は常に。そして少年は絶望を知る。無限大ホール。15日木曜日。15日木曜日。少年たちは。闇の中で何を見たのか。次回、おきつけを僕に。終わり方良かった、ね、終わりいいですね。ただ、少年が5人ぐらい出てきました、ね、5少年この前、金曜ロードショーってそういうのやってたんだ。5、6人出ました少年が。さあ、いい感じでございます。さあ、ああ、終わった終わった。どうでしょう。これ多分ね、お客さん心地頭入ってないですよ。めちゃ頭入ってこないですね。まあ、これね、もっと僕たちが売れて、うん、ちゃんとした番組でこういう企画をやったら、声優さんが言ってくれますからね、代わりに。ああ、そうね、林原めぐみが言ってくれますし。声優さんすげえな。その声優遊びして、ほんと。羨ましいよね、あれ。こんな遊びみたいに言わせてくれるかな。声優遊び。バレースに出てくるあの感じね。ほんと、ピカルの定理一緒に入りたかったな、あの時に。あのメンバーの時に。いけいけ、もう。誰やったかな。言わせるやつね。うん。後編が、平野綾。平野綾なんて、同級生ですから、僕ら。あ、そうなんよ。25か。いや、ただ、年が一緒中だけど。何やねん。普通の同級生ってマジで頼む。じゃあこれもう上原隆子と同級生。いやいや、もし張り合ってこんでええから。いや、何よお前。俺の兄ちゃんがヒロと食べやったから。すげえのレベル。さあさあ、今侍のごとく銀兵衛を買うか。はい、もう準備できたで。 ATFL の掲載できたね。さあ、じゃあ行きましょう。銀兵衛、小川告知お願いします。待ってね。女の子に受け入れられないネタをする銀兵衛。いっそこのままなら地獄の鬼も逃げ出すような極悪非道のネタをしてやろう。次回、森久美子を輪切りにするネタ。皆さん、来月のチャレンジも見に来てね。さようなら。これ面白い。聞いたこともねえから、これ。この音楽すら。わかんねえよ。いや、時間尺。だいぶ、侍感めっちゃ出てた。だいぶ、だいぶ2人のを見てから、いい感じでちょっと寄ってました。いや、みんな見たくなった。捨て駒になったな、だいぶ。いや、でもよかった。輪切りにするネタ見たいです。最後ね、時間的にあれですからね。あれ、でも本当は輪切りにして、魚肉ソーセージにするネタそこまでよね。ただ輪切りにしたほんと非道です。食用にまで気づく。じゃあ最後、あのサンシャインは特にまあいろいろありますけど、まあツイッター見てください。いや、そうよ、ツイッターの告知見てください。さあ、じゃあ最後なんだかんだでね、時間もあれですから、最後サボテンのコアちゃんの告知で終わりましょうか。はい、じゃあいきます。じゃあ佐々木くん、ちょっと帰る準備しながら最後言ってください。
バイトだから行くわ。バイトなんで、古賀ちゃんがラスト一発かまします。さあ、それではサボテン古賀告知、お願いします。サボテンとしての活動を休止して髪をバッサリ切った子がバイト先に行ってブサイクなおばちゃんに腕をつかまれ、こっちの方がいいねと言われて笑顔になる二人活動を休止しているが、もう一度復活した時には絶対に髪を短くして復活します。次回ボーズおー、素晴らしい、素晴らしい。え、最後坂田やるだろ。休止がもったいない。いや、僕は坂田やるよな。さっきやりました、パッて。さっき嘘やね、見てない、見てない。いいよ、なんかまだちょっと時間あるみたいな。いや、全然。見たい、うん、やろうやろうやろう。いやいや、坂田行こうか。マジ坂田行こうか。マジ用意してないでマジ用意してない。はい、行きましょう。用意してんのか。用意してんのか。スケジュール帳で次のメンバー全部用意したわけ。どこを告知しようかっていうね。オッケー、来たよ。いや、これはやばいよ。茨城中の茨城の道やりましょう。これが若手売れてないからね。もうすでに血が出てますね。獣に血がもう出てます、血が。今月11月に残すところライブはサンシャインあと 4、5本。その中でも大事なライブはYCC イベント神保町の24日にある大御所の先輩たちの前説、そして25日浅草の前説ライブ DDD 2本立て、そしてそれよりも一番大事なのは今月30日にある中野の視聴覚室でよくわからんやつにやるライブスマイルスパークしまってないわ尺に収まってなかったわ。でも、惜しかった。でもこれが一番正解だった。いや、これが正解です本来は。いや、もう素晴らしい、素晴らしい。いや、もうよくやれましたよ、本当に。さすが、サンサンさんの MC です。皆さん、スマイルスパイク、スパーク来なくていいですか来なくていい。必殺技みたいになったもんね。スマイルスパーク。誰一人スパークしてないですかそのライブ。さあ、ということで、はい、面白い感じになりましたね。皆さん、ぜひね、詳しく勉強して、今週、土曜から始まります9、はい、一緒に見に行きましょう、ね、それでは最後、お銀兵衛小川のギャグでさよならです。それでは行きましょう、さよなら。お尻かじり虫、お、美味しそうなケツ、わー、どうもありがとうございました。前回見えてたら面白かった。